じゃ、こんにちは。今日は私がめちゃくちゃ好きなゲームがあって、あ、じゃあお得意のやつ持ってきて、それをやろうと思って勝ちに来たの。いや、それがですね、これはあの勝とうと思って勝てるゲームじゃないんですよ。楽しいだけ。めちゃくちゃ楽しい。でもなんか、うん、聞いた話によると、うん、500万再生するらしい。そうなんですよ。そのゲームあんの？なんとこのゲームを、はい、あの真似したわけじゃないですよ、はい、でもやりたいなと思って、誰かやってる YouTuber いるかなと思ったら、はい、フィッシャーズさんが1年前にやってたんですけど、はいはい、520万回再生されてました。じゃあ俺らも100万再生ぐらいするかな。いくかな。今流行ってんの？今え、どうぞ。乗り遅れてない？大丈夫。あの昔からみんな好き。何ゲーム？ワードウルフ。ワードウルフね。いや、今回初めて聞いた。あ、本当ですか、うん、めちゃくちゃ楽しくて、学生時代とかこう夜な夜な、うんうん、もうオールみたいな感じでみんなでずっとワードウルフを永遠ってやってました。だから人狼的な感じでしょ。人狼みたいな感じだけど簡単な、うん、もうその場でできる感じのやつです。で、今日もやっぱスタッフ入れて、はい、4人で、はい、4人でやっていきます。じゃあ5回戦でしょ。5回戦、はい、そうです。5回戦で負けたら罰ゲーム。はい、ちなみにこのゲームなんですけど、アプリでやります、うんうん、で1人ずつこうテーマを見ていくんですけど、うんうんうん、4人のうち1人だけ違うテーマが与えられてます、うんうんうん、でもその人は自分が少数派か多数派かってみんなわからないで、うんうん、誰が少数派なのかっていうのをこう喋りながら当てていくというゲームです、はい、そうですね、だからこう少数派だからウルフを当てられた場合、当てた1人1ポイント、はい、でもし全員が3人全員がウルフを当てた場合2ポイント、2ポイントずつ当てた人たちに、はい、ウルフ側は全員が外れちゃうと3ポイントです、はい、3ポイントもらえる。で、2人に当てられるとウルフ側は0ポイント、はい、で1人にしか当てられなかった場合ウルフ側も1ポイントが入ります。はい、はい、こういうルールで、はい、じゃあやっていきますか。はい、でお題制限時間は1分です。はい、はい、まず第1回戦、まず佐藤さんから第1回戦。おお、ふん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 。最初はね、マジで答えをね、はい、皆さんも分かった上でやりますけど、そうです、途中からはもうね、何やってるかは伏せますけど、はい、皆さんは今誰が少数派かっていうのは分かってる。分かってる、はい、じゃあゲーム開始しますよ。はい、よーいスタート。これはやられたことあんの？ない。あ、ないんですか？ない。あんの？自分はないです。経験のこと、やられたことない。いや、やったことあるの？ない、ない、ない。ないの？え、佐藤さんあるんですか？ない。ない、うん、え、これどういう印象ですか、これについては。いつやるか分かんない。あ、そうそう、タイミングがね、うん、うんうんうん。え、やってほしいですか？いや、私は全然別にそれはいいです。やってほしい？やってほしくないです。やりたい？やってみたい？やってみたいとも思わないですね。やってみたい。やってみたいです。佐藤さんはどうですか？俺別にやるステーションが分かんないから。そうですね、うん、なんか聞いてくださいよ。あ、一本ありました。え、もう分かんないって。難しい。情報少ないよ。でもこれからそれかプラス1分いきます。いやいや、まだ早いって。1回戦だから。1回戦か。そうかそうか。でも適当だな。はい、いきます。せーの、 うん、袴さん2票、うん、で青沢くん1票、先生1票ずつで俺が0票、うん、さあ、じゃあ一応私がじゃあウルフってことですね。うん、って思ってるっていうね、うん、せーの、さあ、3ポイント3ポイント。いや、もう1分いったらな。だって、どんなシチュエーションでやるか分かんないじゃん、アゴクイって。でも、壁ドンも分かんないんで、うん、でもアニメっていうか漫画の、少女漫画の世界ですよね、うん、両方ともなんとなく。いつやの、アゴクイって。アゴクイって、だから、まあ、キスする時とかなんじゃないですか。怒って。そうそうそう、だから、なんかするシチュエーションも分かんないし、うん、やったこともないし、俺でも途中で、俺が少数派ちゃうかって俺途中で思ったの。あ、思いました。うん、おでも、あんまり情報出なかったですね、うん、これからもうちょっと深くいきましょう。嘘ダメなんですもんね。嘘ダメ。あ、でも嘘も、でも自分ウルフって分かる。
そう、うん、だからみんなその合わせに行くのは OK、うん、はいはいはい、はい、全然そうそう、ウルフって分かんないから、嘘ついてても本当のことでも分かんないからね、うん、でウルフの人がめちゃくちゃ出しゃばるとみんな自分が少数派だと思って合わせに来るパターンがあるから、あでももう3ポイントでかいよ、これウルフになって騙すしかないな、でも誰がウルフになるか分かんないからね、そうなんですよ、俺顎食いって見た時に顎食いってなんやこうやろって一瞬思ったけど、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ佐藤さんから、はい、いやー今でかいな、うわー3ポイント大きいっす、いや一瞬刺そうと思ったんだけどな、はい、はい、終えました、誰がなるか分かんないからね、あーだいぶよく似た感じのやつなんだね、そうです、うん、よくできてますね、ほんと面白い、はい、OK 1分だからね、1分でしょ、どんどんみんなどんどん切り込んでいきましょう、行きましょう、はい、なりたい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 な、なりたい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 、じゃあどんな印象がありますそれについて、かっこいい、かっこいいですね、かっこいい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 ですか、かっこいい感じはせんけどな、私的にはかっこいいっていうよりなんか素敵、素敵だ、素敵、うん、でもかっこいいも分かるけど私的には素敵、かっこいい感じもせんし素敵な感じもせんけどな、どういう印象ですか、どういう印象か教えてください、印象、うん、いやなんかハッピーな感じもあるし、うん、ちょっとネクラな感じもあるし、ハッピーな感じ、はいはいはい、確かに確かに、いやそう、分かる分かる、ネクラすごく分かるやろ、分かります、ハッピーな感じもあるしネクラな感じもあるし、あ、まあ、捉えようと思えば捉えられますけど、はいはいはい、私はどっちかって言ったらハッピーなイメージが大きい、そうですよ、そうですよ、うん、ハッピーが大きい、はい、先生は僕もハッピーが大きいかな、もう終わりました、終わりました、はい、いいですか、指さしますか、うん、はい、せーの、高間さん2票、俺1票、先生1票、え、じゃあいきますよ、じゃあ私がウルフ、うん、うん、だと俺は私じゃないと思うよ、せーの、ほら、お、はい、3ポイント、勇者、だからハッピーでよく分かんなかったんだ、はい、ハッピー、ネクラなイメージ、だって魔法使いだからさ、そう、白雪姫とかだったらちょっとネクラな感じだけど、うん、じゃあなんかね、うん、もうちょっとなんかこう正義の味方的なやつだとハッピーな感じやから、確かにハッピーとネクラでうんって言ってる時点で青空くんにすればよかったもうちょっといてくれよ、うわー、1分って難しいですね、あ1分使うのむずい、うわちょっと先生、ゼロゼロですよ私たち、まだ大丈夫です、あと3回あるそう、よし、じゃあ次、はい、勇者ね、勇者、そこからはい、お邪魔そうとイメージしてなかった、私もそういう感じのイメージ俺ハリーポッターか、あーだとまあハッピーな感じかっていう、うん、私ビビデバビデブ想像してました、 OK、うん、じゃあいきますよ、よーいスタート、最近見た、最近見てないや、見てない見てない、最近見てない、うん、もう俺も見てないけどね、でも実家では結構よく見てました、実家の方、うん、これちなみに生き物ですか、生き物です、生き物、うん、生き物です、生き物ですか、生き物だよあれ生き物ですか、生き物ですか、うん、生き物だよ、生き物です、好き、生き物、生き物です、好き、佐藤さんそれ好き、俺は好きじゃない、俺も好きじゃない、私も好きじゃない、私も好きじゃないです、そうなの、うん、かわいい、かわいくない、かわいいっすか、かわいくない、うわ、かわいくないです、どう、いい匂い、いい匂い、いい匂い、匂いしますかね、いい匂いするかな、なんか雪の時、雪、雪の時、寒いとこ、え、そんな、そうなの、寒いとこ、寒いとこ多い、いや、寒い時じゃないですよね、え、私はあんまりいい匂いのイメージはない、俺もいい匂いのイメージないけど、佐藤さん、本当に生き物ですか、うん、よく雪国のところではそれ見たら雪が降るんですよ、そうなん、よし、じゃあ行こう、もう着きたいわ、え、待って、ちょっと待って最後、本当に分かんなくなった、行くよ、はい、せーの
先生2票、俺1票、青空君1票。え、先生ってことか。うん、いきます、せーの、青空君の帰りだ。よっしゃー。ってことは1票、1票入る、1人にしか当てられてないから。え、ってことは青空君に1票入って、先生に1票、1票が臭いやろお前、仮面子。そう、なんで臭くないとか言うの。そうしたら合わせたのに。臭くないやつもある。ないよ。イメージ、カメムシ臭いって。あとカメムシ雪降んの。雪のとこ、それが見ると次の雪が降るって滋賀県で。え、もうそれがトラップだったんで。そんなもん。私なんで里橋さん生き物って聞かれてちょっと微妙なリアクションしたんですか。あれ何やってたの。あれ里橋さんのトラップ。え、生き物ちゃうけどみたいな顔して。じゃ生き物って聞いてくるから、うん、え、じゃあなんかカブトとかのことを言ってるのかと思って。いやもう完全に里崎さんだと思いました。あれでめっちゃ笑っても匂いのこと聞いてきたから、うん、あれじゃあカメムシかなみたいな。じゃあ次、はいね、これね、やれやれてても全然強い弱いないんですよこれ。もう4問目だからあれですよ、4問目だから、うん、もう袴田さんウルフになれなかったら勝てるチャンスなくなる。でもあと2個しかないから。でもあの2ポイントは、あ、全員でやらない、全員で当たるか、それかもう自分がウルフになるかしか勝ち目がなくなってきてる。あと2勝負ですよね。あと2回、ここからはね、うん、皆さん答え見せないんで一緒に考えてください。はい、1人のテーマだけ見せましょう。あ、1人のテーマだけ、ね、1人のテーマだけ。そう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 、はい。これ一生できません。やばい、面白いですね、面白いです。そうなの、3分ぐらいでやるとより深まって、はい、はいはい、またこの1分でのがいいですね。せーの、スタート。スタート。見たことあるの？サダさんこれ分かります？分かるよ、こっちは。分かります？分かんないパターンの。え、なんかその可能性もあるなと思って。私は知ってますよ。僕も知ってます。俺も知ってるよ。うん、見たことある？あるある。あります、あります。あんの？あります。うん、生で？生では見ないよ。生でないの？生ではない。生でないの？え、見たことあります？生。生でないですか？生は見たことない。生はないです。あの、どんなイメージですか？イメージ、まあ可愛いしか。可愛い。可愛い。何をすか？それ聞いちゃう？それ聞いちゃう？何もです。何もです。その可愛いって言われるといろいろあるじゃないですか。それ完全にあれじゃないですか？これ言っちゃっていいやつですか？いや、それは言うかどうかは任せますよ。うん、で私はこれは言っちゃうとっていう回答です。そうなの、うん、どうですか。じゃあ俺もこれを言っちゃうとっていう回答、ね、回答ですか。じゃあ先生言ってくださいよ、色。まあ、これ言っちゃうとっていう回答ですね。もうどうですか。まあ茶色っぽい色。なるほどね。あ、やっぱり、やっぱり、やっぱり。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。じゃあ指さしましょう。せーの。じゃないんすか。なんで青空くんばっか。あれもう絶対これやろ。え、アンパンマンのチーズじゃないんですか。じゃあ全員青空くん以外全員2ポイント。いや、でも青空くんだって4ポイントでしょ、うん、今現在がサスさん5、高田さん2、僕3、青空くん4ということは最後の1問で、高田さんがウルフになって全員外せると、うん、もう勝ち抜けで先生負け。でも私が1ポイント手にして先生が0ポイントだったら引き分けになるのか。そう、引き分け最終や、うん、でもまだ追いつく可能性全然ありますね。追いつく可能性は全然ある、普通に。はい、行こうよ、次最終問題。なんか佐藤さんが絶対なんないからもうつまんないんだよな。やっぱ一番最初にやっぱり全員を外させたっていうね、あれが大きいよね、はい、あと今茶色って言ったらダメだったよ。そう、もうあれは粘って。もう負けに行ったのに等しいよ今。でもすごいウルフになるね。そうですね、うん、さっきの練習もね、うん、私もウルフになりたいよ。はい、いきますよ、うん、せーの、じゃん。好きですか。うん、まあ好き、まあ、好きとか嫌いとか思ったことないけどね。え、好きですか。私はあんまり好きじゃなかったけど好き、うん、今僕嫌いですね。嫌いな。あ、そうなんだ。でもそういう人も嫌いなんだけど。乗ったこと。あ、あります。乗ったことあるの。あります、あります。あるある。最近。最近は乗ってない。最近、じゃあ今年乗った。今年
俺今年は乗ったよ。今年僕も乗りました。今年私乗ってない。安いっすか高いっすか。安くもできるし高くもなるよね。なるほどな、うん、ちょっともうちょっと伸ばしましょう。これまだあれなんで。じゃあ1分増やそう。はい、はい、結構乗りますか普段。普段ですか。朝、うん、結構乗ります。私はそこまで乗らない。じゃあコロナ禍だから乗ってない。コロナ禍じゃなくても乗んないの。コロナ禍だから乗ってない。私は結構コロナ禍影響してます。今年はいや乗ってねえんなんか。よく乗って2と3とか、うん、で一時期多かった時期ありました。サーフィンの年何回ぐらい乗る。でもそんなもんですかね。佐藤さんが絶対一番多いよね。これは佐藤さんが一番多い。まあそうだね、うん、俺が多分一番多いと思うよね。私も今は本当に乗らなくなったけど年にでもいつも乗っても3。ちなみにどこから乗るの。どこから乗るんですか。どこから乗る。どこから乗るのがいいですか。これ言っていいのかな。これは言っちゃうとっていう回答です。言っちゃう。ササンどうですか。どこから乗るのがいいですか。いやこれ言っちゃうとっていう。どうっていうね。言えんの。まあでもこれは言っちゃうとですね。じゃあ行きますか。行きましょう。指さしましょう。せーの。え全員割れた。え割れてないよ。袴田さん2人。あ私2人、うん、はい。じゃあさ、うん、何と何やと思う。新幹線と飛行機。僕新幹線とバス。俺も新幹線と飛行機やと思ったんやけど、うん、最近乗ったやんお前ら。新幹線最初に乗りました、ね、で新幹線乗るじゃないですか家帰って。私乗る。そこはどうなのかなって。じゃあ誰一番多かったの。袴田さんね。せーの。バス。俺や。ほら俺当たったよ。1ポイント、うん、俺が1ポイント1ポイント。袴田さんが最下位っす。いらっしゃバスなんや。いやなんか新幹線のこと言ってんのかなと思って。ということで結果発表。5回戦のポイント1位、里崎6ポイント。ウルフボチャンピオン。2位、先生と青空くんで4ポイントずつ。最下位は2ポイントの袴田さんです。なんで。はい、罰ゲーム一発ギャグです。笑った終わりね。それでは多数決をしようと思います。はい、多数決。なんで佐藤さん笑ってくれないんですか。理解に苦しみました。ごめんなさい、分かんなかった。めっちゃ恥ずかしそういいと思いました。だって多数決じゃないですか。あ今言われて、その後ちょっと考えちゃった考えました。やっぱり一発ギャグは考えたら笑えないんだよ。そうですね。私もう持ってない。ギャグ持ってない。じゃあもうじゃあミュージカルやるしかない。ミュージカルやるしかない。今日の負けたね敗者の弁をもうミュージカルやるしかない。じゃあ一人でミュージカルですか。私はなぜ弱いの。こんな私が嫌になる。でも私には味方がいる。